どうもこんばんは、ぷく主です。GT スポーツも、発売から2年以上が経過し、そろそろ運営も、次回作に向けての開発を進めているようで、アップデートによる車種追加も、だいぶ少なくなってきたのですが、リアルでの運動はおろか、ゲームですらも走るのをめんどくさがる私は、これだけ少ない少ないと言われていた収録車種の中にも、まだちゃんと使っていなかったり、性能がよくわかっていない車が、結構あったりします。そんなわけで今回は、私の中で、よくわかっていない車リストの上位に位置する、メルセデスベンツ A45AMG フォーマテックと、アウディ TTS クーペ、この2台をテストしていきます。かぶってるからね。若干かぶってるからね。検証車両1台目は A45AMG フォーマテックです。メルセデス・ベンツには様々なクラス分けがあり、セダン、クーペ、オープンなどで複雑に分かれているようですが、A45 の属する A クラスは最もコンパクトで手頃なクラスのようです。S クラスやら E クラスやら C クラスやら B クラスやら A クラスやら、何やらいろいろクラスがあるようでして、こういうのはゲーマーよりも、むしろリアルでお金持ってそうな人の方が詳しそうですけど、硬い中の底辺ゲーマーには何のことやらさっぱりって感じです。ああ、マジで頭痛くなってきた。このゲームに収録されている A45 は A クラスの3代目に当たるモデルで、先代と比べて全長が 400mm 以上延長されるなど、2代目以前とはサイズ感が異なります。2代目以前はこれよりもだいぶ小さいですね。A45AMG は名前の通りスポーツブランドである AMG の手が加わったモデルで、2リッター直列4気筒エンジンで360馬力、リッターあたり180馬力を発生する強力なエンジンを搭載。ちなみに、このゲームに収録されている A45 は2013年式のもので、現実の世界ではこれよりも強力なスペックを誇るモデルも存在します。検証車両2台目は、流れるウインカーがイケメンな、アウディ TTS クーペ。マントーツーリングトロフィーに名前の由来がある、TT の高性能バージョンに当たる車。その3代目に当たる2014年式のこの車。なぜか日本語版ウィキペディアが廃墟みたいになっています。意味を掘り、スタート。小襟。小襟。どこの言葉だよ、それ。ロマサガのタラール。スペック的には310馬力のエンジン出力に1385キロの重量と、エンジンパワーの割にはかなり軽量で相当な運動性能を期待できるのではないでしょうか。そしてもう1台、今回は2020年5月のテストで登場した WRX の04タイム、そして富士でのタイムアタックの記録を参考記録として使用します。ランエボファイナルと死闘を繰り広げた WRX、 今回はスペック的には戦術の2台にやや劣りますが、果たしてどこまで戦えるのか、注目です。まずは04勝負。カメラ側は A45AMG、ゴースト側は WRX です。スタートを。両者とも 4WD なので、今回はどちらもトラクションコントロールはオフ。さあ、転がり出しは WRX が前に出たが、パワーでも10馬力以上上回る A45 が後半伸びる。そのまま A45 が突き放してゴールイン。タイムはなんと12秒6をマーク。WRX のタイムをコンマ3秒上回りました。そして引き続き、中間加速と最高速のテストを行います。A45 は変速ロスの少ない、7速デュアルクラッチトランスミッションを採用しており、つなぎ目の非常に少ない加速。中間加速でも WRX は離され気味。このあたり、単純に、エンジンパワーの差が出ている模様。なんかちょっとこう、音がな。勇ましいといえば勇ましいんですが、なんとなくこれじゃない感があります。いかにも4気筒ですという感じが、強く出すぎていて、メルセデス・ベンツのブランドイメージと、あまりマッチしていないのかもしれません。何やらゲーム内の音にケチをつけまくっている、強力にも思考力にも問題がありそうなウプ主。しかし、加速の方は WRX を置き去りにして、すでに独走状態。音を小さくして、下り坂まで加速。下り坂まで来ました。2020年5月のテストでは、WRX の最高速は285キロでした。A45 はこの時点で WRX の記録をあっさり超えて300キロに到達。そして坂を下り切り、A45AMG の最高速は302キロ。WRX の最高速を17キロ上回りました。7速は全く使わなかったので、完全に巡航用ですね。そして第2戦目は TTS クーペ。ゴースト側は第1戦目で先着した A45AMG を召喚。召喚。スタートを。
出だしは A45 AMG。 三速は互角の勝負。いや、わずかに A45 が前か。 A45 よりクロスレシオの TTS クーペ、50馬力したながらもここまで前線。しかし最後は A45 がもう一伸び。 TTS クーペは12秒7を記録し、こちらも WRX の記録を上回りました。そして引き続き、中間加速と最高速テストを行います。さあ、04勝負は A45 がわずかに先着しましたが、ここから TTS クーペが逆転する場面はあるのでしょうか。いや、逆転はないだろ、常識的に考えて。TTS もよくついていっているものの、エンジンパワーの差が大きいのか、じわじわと離されていきます。なんか近づいてるような。てか、追いついてるよね、これ。なんと驚くべきことに、この TTS クーペ、ニトロー標準装備だー。いいんじゃないよ、そう、俺何もしてないからね。じゃあなんで追いついてんのよ。よくわかんないけど。多分気足。6速の加速で、なぜか A45 に追いついてしまう TTS クーペ。あ、でもこっちはもう引き切ってるから、こっからはもう離れちゃいますね。A45 はこの速度域でも、6速でギアにまだ余裕があり、しかもまだ7速を残しているので、ギア比的には余裕しゃくしゃく。しかし TTS には7速はないため、最高速としてはこの辺りが限界ということになります。坂の途中まで瞬間移動。やはりギア比の問題で、最高速としてはこの辺りが限界のようです。しかしまあ、全体的にクロスレシオで、しかも巡航用の離れたギアを持たない、かなり割り切った仕様なので、これはサーキットで楽しみですよ。TTS クーペの最高速は、280キロ。加速力を重視したギア比の結果、04タイムで上回った WRX の最高速を、5キロ下回る記録。50馬力上の、A45 を追い回す加速力を持つこの車。果たしてサーキットで、どのような走りを見せるのでしょうか。それでは、検証の条件を説明します。テスト内容はいつもの通り、ゴーストを使った、タイムアタックバトルです。コースは富士スピードウェイ、チューニングは一切なしの無改造。タイヤは車両購入時に標準装備の、スポーツハードを装着。S タイヤの中で、最もグリップ力の低いタイヤです。ABS の機器は電車標準。極端なインカットを回避するために、ショートカットペナルティを設けてあります。それでは、まずは第1戦目、WRX 対 A45 の対戦を行います。ゴースト側は WRX、カメラ側を A45 に設定します。ウプ主にとって完全に謎の存在であった A45AMG、そして TTS クーペ。今回は、そんなウプ主のクソどうでもいい個人的な不明を解決する企画です。そしてウプ主が切れている間にバトルスタート。どんな始まり方だよクソが。まずは1コーナーに向かって、ホームストレートの加速勝負。やはり04の結果通り、A45 がまずは先手を奪いました。A45 は2速が意外と短いので、1コーナーを3速で立ち上がります。ホームストレートで貯金を溜め込んだ A45 が、1コーナー脱出で WRX を引き離しにかかります。その差は3車身から4車身といったところ。奴はメルセデスの中でも最弱。メルセデスの各クラスのマシンも、どこかで不敵な笑みを浮かべているかもしれません。しかしこの長い旋回、ちょっとどうか？あーちょーっと。長い右旋回の 100R、ここで A45、ちょーっとアンダー気味。そして WRX がすぐ後ろまで迫っている。続くアドバンコーナーはどうか。WRX が並びかける。WRX が並びかけて、さあどうか。変わるところまではいかないか。すかさず A45 が、パワーに物を言わせて前を奪い返すものの。ここから先のセッター3はコーナーが連続する区間。ダンロップまでで溜め込めるリードでは、少々心もとない感があります。果たして A45 はこの状況を、どのようにしてしのぐのか。短めの2速で鋭く立ち上がる。フロント駆動を軸にしている A45 は、ギアに最大限に駆動力が割り振られている状態でも、50対50が限界。したがって、WRX のようなリア寄りの駆動にすることができません。この WRX のアタックは、ドライバーズコントロールセンターデフを調整して、完全にリア寄りの、35対65でのアタック。そしてこの GR スープラコーナーでも、入り口の回答性が全然違う。このあたり A45、フロント寄りの駆動配分によるアンダーステアに苦戦しています。さあ、最終コーナー、GR スープラコーナーで WRX が前に出ているが、このまま WRX が逃げ切れるのか。ホームストレートに先に入ったのは WRX、しかしここからがメルセデス、A45 が差を詰める。やはりストレートの伸びはメルセデスが上か。WRX のリードはここでなくなります。ここで再び A45 が先頭、あとはゴールまでどれくらい引き離せるかというところ。A45 が先頭でゴールイン。そして2車線ほど遅れて WRX。
A4 号のタイムは1分58秒361。アンダーステアに悩みながら、それでもしかし、WRX を完封しました。第1戦目のバトルは A4 号 AMG の勝利。このゲームでは、FF 車のアンダーが強く、トラクションがかかりにくい傾向があるため、基本的にフロントに駆動が寄っているとされる A4 号は、このゲームでは、かなり厳しいのではないかと思われましたが、不利がありながらも、WRX に先着しました。普段使いにもきっちり対応していそうな車なので、ゲーム的な速さだけで老化するのは、少しかわいそうかな、とも思ったのですが、全然元気に走る車でしたね。それでは第2戦目、WRX 対 TTS クーペのバトルを開始します。さっき買った A4 号の方じゃないんだ。走りに不備があった時に再収録しやすいように、WRX のゴーストを使い回すんだってさ。なんだ手抜きかよ。お許しください、編集が間に合ってないんです。というわけで、ウプ主は後ほど上空から海に落としておくので、ナック式処刑やめろ。第2戦目を開始します。第2戦目は、WRX 対 TTS クーペ。この TTS もウプ主にとって謎の車ですが、加速力は A4 号と互角、かつ重量は、WRX より150キロ程度軽量。スタートして先手を奪ったのは、やはり TTS クーペ。富士のストレートエンドで、6速6000回転程度回ります。TGR コーナーで一気に車速が落ち、ここで差が詰まります。とっと一瞬 WRX が並びかけたぞ。しかし脱出で TTS が再びリード。ここで TTS が2車線から3車線のリードを取りました。しかし WRX はここからが怖い。第1戦目ではコカ・コーラ、100R、そしてアドバンコーナーまでの区間で、一気に A4 号に並びかけました。このあたり、4WD としては高い旋回速度を誇る WRX ですが、TTS はこの区間、逃げ切れるかどうか。100R もアンダーステアを出さず、小さく回る TTS。どうやら A4 号ほどは、差が詰まることはなさそうです。しかしそれでも、アドバンコーナーに差し掛かる頃には背後に迫る WRX。このクラスとしては軽量で、高い旋回性能を見込まれた TTS クーペですが、WRX はそれをも上回る、驚異的なペースでコーナーを回ってきました。しかし、その WRX の追撃を、コーナーで封じ込めた TTS クーペ。コーナーで前を譲らなかったあたり、こちらもかなり高い旋回速度を持っているようです。ダンロップの一つ目を、アンダーを出さずにクリア。脱出のトラクションも申し分ありません。この車はストレートだけでなく、コーナーでも速い。コーナーの多い区間でも、WRX がなかなか近づけません。この GR スープラコーナーで、A4 号は WRX に先行を許しましたが、TTS クーペは比較的小さいラインでクリア。極端なアンダーを出すことなく、きっちりとまとめています。さあ、WRX が追いつけない。どうやらこのまま TTS クーペが最終コーナーを回って、WRX を振り切りそうです。TTS クーペが最終コーナーを立ち上がる、WRX は4車線から5車線程度後方、そしてストレートスピードは TTS の方が上。どうやら WRX に一度も前を譲ることなく、このバトルで勝利を収めそう。これは恐ろしい運動性能、富士のホームストレートで、WRX を大きく引き離しました。TTS 圧勝。タイムはなんと、1分57秒384。WRX は愚か、A4 号のタイムを1秒ちぎり捨てました。いやー、これは恐れ入りました。もうよくわからない車とは言わせない、そんな走りでした。それでは、検証のまとめです。今回の動画はなぜか編集が間に合っていないので、まとめもさらっといきます。今回は、私が個人的に実力をよくわかっていなかった、A45 AMG フォーマテックと、TTS クーペの2台の、いわば実力テストといった動画でした。A45 に関しては、完全にスポーツ走行に振った車というよりも、むしろ高い安全性や、日常使いに耐える柔軟性が、特色の車のようなので、ゲーム的な速さだけでこの車を老化するのは、ちょっとかわいそうかな、という気がしました。このゲームは、FF 車をはじめ、駆動配分がフロント寄りの車には、かなり厳しい設定になっているのですが、それでもエンジンの速さだけで WRX を振り切ったことからもわかるように、加速は相当な速さを持っているようです。こういうフロントに駆動が寄ったタイプの4駆は、雨を降らせたら速いんじゃないかと思うのですが、オフラインのタイムアタックでは、グリップ低下の設定が変えられず、グリップ低下が弱いのまま動かせないので、今回のテストでは、雨のタイムアタックは見送りました。この車に関しては、そういった安定性や柔軟性を見ていくと、いいのかなと思います。
TTS に関しては、軽量かつクロスレシオの6速というかなりはっちゃけた仕様で、テスト前のイメージより、はるかにスポーティーな車でした。個人的には、GT6 時代の TT のイメージがあったので、かなり曲がらない車なんじゃないかという印象を持っていましたが、むしろコーナーも4区としては、軽快な動きを見せる部類も入るのではないでしょうか。これは R34 あたりとのバトルも見てみたいですね。そしてこのメンバーの中でも、コーナーで最速だったのは、WRX でした。ドライバーズコントロールセンターデフで、駆動配分を変更していたのも大きいですが、今回は1台だけ、別次元のコーナリングスピードでしたね。やはり操作していて、非常に面白い車だと感じました。それでは、今回は編集が間に合っていないので、編集がいつも以上に雑で申し訳ないんですが、今回はこれで、逃げさせていただきたいと思います。決定名グッドナイトだな。